皆さん、はじめましての方ははじめまして、西村です。本業ウェイプランナーやってます。で、この番組は、まあ、そのものずばり自分の名前を番組名にしてまして、自分の思うところをちょっと10分という区切りで配信していこうと思ってます。で、今回は、まあ、はじめましてということと、あと、ちょっとこれから旅立とうと思ってまして、その話をしようと思います。で、自分は新潟で、住んでまして、そこで新潟で初めてのコワーキングスペース、名前がジェリージェリーカフェ新潟っていうところをちょっとプロデュースした人間なんですけど、まあ、コワーキングって結構最近よく話題になってるみたいで、まあ、それを初めて新潟に持ち込んだと。でジェリージェリーカフェっていう渋谷にあるコワーキングスペースの、まあ、冠をちょっといただいて、まあ、お借りして、まあ、持ち込んだという、まあ、プロデューサー的なこともしてます。で、6月30日からちょっと旅立つんですけど、何するかというと、7月1日に群馬県の前橋で、まあ、シャルソンっていう、まあ、ちょっと変わったマラソンのイベントがあるんですけど、まあ、それに行くんですよ。で、そこでまた終わって新潟に帰るのもめんどくさいし、なんだったらそのままの乗りで、ちょっと西日本を中心にあちこち回ってみようかなと。で、行くのは、まあ、今行きたいと思ってるのは、長野、金沢、あと、京都、奈良、名古屋、大阪、神戸、あと岡山、四国、九州、あとは沖縄までちょっと行ってこようかなと思ってます。で、まあ1ヶ月ぐらい、多分お盆前には帰ってこれたらいいなぐらいの期間で、ちょっと長期間行ってこようかな。で、なんでこんなことをやろうとしてんのかと、まあ途中で諦めてかかるかもしれないんですけど、まあ、その時は笑ってやってください。なんでこんなことをやろうとしてるかっていうと、コワーキングスペースって今すごい増えてるんですよ。今年はそのコワーキングスペースがブレイク元年って自分は思ってて、その少なくとも50カ所以上把握しきれないほど今でも増えてるっていう感じで、でそのコワーキングスペースを自分自らプロデュースしてるってこともあって、それを直接見に行きたいんですよ。うん。で見に行って、でまあどういう、まあ、いろんな方と多分出会えると思うんですよね。で行きつつ、そこで近くに多分ギークハウスとか、シェアハウス、たくさんあると思うんで、まあそこに、まあもうお邪魔して、またそこでもいろんな人とお会いして、で自分のインプットを増やしたいし、もしくは自分のやってきた経験とか、あと他のところで得たものをどんどんアウトプットして、いろんなものをつないでいきたいな、そんなふうに思ってます。でまあ、普通に旅するとすっごい交通費と宿泊費がかかると思うんですけど、まあ、そこをなんとかしたいと思って、例えばその行った先々のコワーキングスペースで1日店長とか1日コンシェルジュをやらさせてもらって、まあ、何かしらの、まあ、プラスがあったならば、まあ、交通費だけでも出していただけると嬉しいなみたいな、そういうわがままと言いましょうか、これが通用するかどうか分かりませんけども、やってみなきゃ分かんないんですけど、そういうことをやって交通費を稼いだり、あと宿泊もそのギーカハウスさん、今ここギーカハウス新潟なんですけど、自分住人なんですよ、ここの。でギーカハウスつながりで各地のギーカハウスに、まあ、お友達感覚でちょっと上がらさせていただいたりとかして、まあちょっと宿泊を費用を浮かせながら行けたらいいなっていう、そういうふうに思ってます。で本当に行くことができるかどうか全然分からなくて、本当チャレンジなんですけど、とにかくやってみたいなっていう気持ちで行ってきます。でコワーキングスペースって本当につながりの仕事術って言われてるぐらい、コワーキングっていうものがやっぱり人のつながりで広がっていく可能性のあるものだと思ってて、で例えばこの間、まあ、ネコワーキングっていう水道橋のコワーキングスペースとか、あと東京の共同にあるパックスコワーキングっていうところで、まあ、店長をやらさせていただいたときに、非常になんかコワーキングスペースをこれから作りたいっ
ていう人がすごく多かったんですよね。でそういう時に自分がその一日店長として、いや新潟でこんな風にやりましたよとか、こんな風にやりました、こんな話もありましたって話すと、すごくなんかこう、まあ、ぜひどん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 そういう話聞きたいですみたいな、前のめりになって聞いてくる人がすごく多くて、これってすごくいろんなところでも、結構聞かせてあげたいなとも思ったし、聞いてもらうことで何かのなんか足しになったらいいなと思って、そういうこともちょっと各地を回りながらやっていきたいですし、まあ、実際その、まあ、岡山にもコワーキングスペース作りたいっていう人がいたりとか、もういらっしゃるので、まあ、そういう方が少なくとも各地にいらっしゃるのかな。でそういう人たちともつながって、その新潟のコワーキングスペースのプロデューサーだけども、各地とつながることで、まあ、一つのアイデアが、まあ、全国を巻き込んだものに広がったりとかっていう素地ができるんじゃないかな、うん、あとそのコワーキングスペースをこれから作りたいっていう人の何かの助けになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、こういうふうにいろんなコワーキングスペースを直に見て知ることで、それが自分のそのプラスにもなって、まだブランディングになるのであれば、まあ本当にいける今の時に行きたいなっていうのが本音のところです。で今回は西日本を中心に行くんですけど、秋にはちょっと東日本といいますか、北日本といいますか、まあ仙台とか岩手とか、まあ、北海道とかに行きたいと思ってます、うん、その手応えを得るためにもちょっと今回その場のノリで決めちゃったんですけども、6月30日から、まあ、新潟を去って行ってこようと思いますんで、行く先々で、お伺いするところでぜひ温かく迎え入れていただければなというふうに思ってます。さああと10分まであと2分を切ったところなんですけども、まあ結構こうコワーキングスペースがコワーキングスペースを生むようなところもあって、そういうつながりから、私もコワーキングスペース作りたいなって思ってくれたりとか、まあ、すでにいるコワーキングスペースを作りたいっていう人がたまたまこうつながったりとかすることって自分もすごく経験してるんですよ。なので自分が魅力ながらその西日本を回ることで、まあ、そういう起爆剤になれたらいいなとも思うし、まあ、誰かの役に立てればなってかっこいいことを思ってます。というわけなんで、皆さんよろしくお願いします。途中で諦めて帰ってくるかもしれないですけど、まあ、その時にはどうか温かくお帰りなさいと言ってくれればいいかなと思います。で、自分これから10分ずつでどんどんどん番組配信していきます。結構毎回フリースタイルで結構いろんな人が一緒に映ってたりとか、いろんな形で伝えていければなと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、で自分のツイッターのアカウントなんですけど、west2538 っていうアカウントがあります。自分西村なんで、西を英語にして west、 あと2538は後付けです。自分で思いついた言葉数字を並べてみました。なんで west2538 でちょっとツイッターアカウントをフォローしていただけると、まあ自分が何やってるのかとかっていうのももしかしたら分かるかもしれないです。では、今後ともお付き合いください。よろしくお願いします。